耳から学ぶ。シルバーバーチは語る。20章、青年牧師との論争。2、危機物語。引き続いてそれを紹介する。牧師、地上の人間にとって完璧な生活を送ることは可能でしょうか。すべての人間を愛することは可能なのでしょうか。これが2回目の議論の最初の質問だった。シルバーバーチ、それは不可能なことです。が、そう努力することはできます。努力すること、そのことが性格の形成に役立つのです。怒ることもなく、辛く当たることもなく、腹を立てることもないようでは、もはや人間ではないことになります。人間は霊的に成長することを目的としてこの世に生まれてくるのです。成長また成長といつまでたっても成長の連続です。それはこちらへ来てからでも同じです。牧師、イエスは天の父の完全であるが、ごとくに何じらも完全であれと言っておりますが、これはどう解釈すべきでしょうか。シルバーバーチ、ですから完全であるように努力しなさいと言っているのです。それが地上で目指すべき最高の理想なのです。すなわち内部に宿る神性を開発することです。牧師、先ほど引用した言葉はマタイ伝第5章の終わりに出ているのですが、普遍的な愛について述べた後でそう言っております。また、ある者は隣人を愛し、ある者は友人を愛するが、何じらは完全であれ。神の子なればなり。とも言っております。神は全人類を愛してくださるのだから、我々も全ての人間を愛すべきであるということなのですが、イエスが人間に実行不可能なことを命じると思われますか。この質問にシルバーバーチは呆れたような、あるいは感心したような口調でこう述べる。シルバーバーチ、あなたは全世界の人間をイエスのような人物になさりたいのですね。お聞きしますが、イエス自身、完璧な人生を送ったと思いますか。牧師、そう思います。完璧な人生を送られたと思います。シルバーバーチ、一度も腹を立てたことがなかったとお考えですか。牧師、当時行われていたことを不服に思われたことがあると思います。シルバーバーチ、腹を立てたことは一度もなかったとお考えですか。牧師、腹を立てることはいけないことであると言われている、それと同じ意味で腹を立てられたことはないと思います。シルバーバーチ、そんなことを聞いているのではありません。イエスは絶対に腹を立てなかったかと聞いているのです。イエスが腹を立てたことが正当化できるかどうかを聞いているのではありません。正当化することなら、あなた方クリスチャンは何でも正当化なさるんですから。ここでメンバーの一人が割って入って、イエスが両替商人を教会堂から追い出した時の話を出した。するとシルバーバーチが続ける。私が言いたかったのはそのことです。あの時イエスは教会堂という神聖な場所を汚す者どもに腹を立てたのです。鞭を持って追い払ったのです。それは怒りそのものでした。それが良いとか悪いとかは別問題です。イエスは怒ったのです。怒るということは人間的感情です。私が言いたいのはイエスも人間的感情を備えていたということです。イエスを人間の模範として仰ぐとき、イエスもまた一個の人間であった。ただ、普通の人間よりは大霊の心を多く体現した人だった、というふうに考えることが大切です。わかりましたか？牧師、わかりました。シルバーバーチ、私はあなたのためを思えばこそ、こんなことを申し上げるのです。誰の手も届かないところに祭り上げたらイエスが喜ばれると思うのは大間違いです。イエスもやはり我々と同じ人の子だったと見る方がよほど喜ばれるはずです。自分だけが超然とした位にとどまることはイエスは喜ばれません。
人類と共に喜び、共に苦しむことを望まれます。一つの生き方の模範を示しておられるのです。イエスが行ったことは、誰にでも実行できることばかりなのです。誰もついていけないような人物だったら、せっかく地上へ降りたことが無駄だったことになります。話題が変わって。牧師、人間には自由意志があるのでしょうか。シルバーバーチ、あります。自由意志も、大霊の摂理の一環です。牧師、時として、人間は、抑えようのない衝動によって行為に出ることがあるとは思われませんか。そう強いられているのでしょうか。それとも、やはり自由意志で行っているのでしょうか。シルバーバーチ、あなたはどう思われますか。牧師、私は、人間は、あくまでも自由意志を持った行為者だと考えます。シルバーバーチ、人間には、例外なく自由意志が与えられております。ただし、それは、大霊の定めた摂理の範囲内で行使しなければなりません。これは、大霊の愛から生まれた法則で、大霊の子のすべてに平等に定められており、それを変えることは誰にもできません。その規則の範囲内において、自由であるということです。牧師、もし自由だとすると、罪は恐ろしいものになります。悪いと知りつつ犯すことになりますから、強制的にやらされる場合よりも恐ろしいことに思えます。シルバーバーチ、私に言えることは、いかなる過ちも、必ず本人が正さなくてはならないということ、それだけです。地上で正さなかったら、こちらへ来てから正さなくてはなりません。牧師、とかく感心できないことをしがちな性癖が、先天的に強い人がいるとは思われませんか。良いことをしやすい人間と、そうでない人間とがいます。シルバーバーチ、難しい問題です。と申しますのは、各自に自由意志があるからです。誰しも、良くないことをすると、内心では、そうと気づいているものです。その道義心を無視するか否かは、それまでに身につけた性格によって違ってくることです。罪というものは、それが結果に及ぼす影響の度合いに応じて、重くも軽くもなります。これを聞いて、牧師がすかさず反論した。牧師、それは、罪が精神的なものであるという事実と矛盾しませんか。単に、結果との関連においてのみ、刑重が問われるとしたら、心の中の罪は問われないことになります。シルバーバーチ、罪は罪です。体で犯す罪、心で犯す罪、霊的に犯す罪、どれも罪は罪です。あなたは、さっき、衝動的に罪を犯すことがあるかと問われましたが、その衝動はどこから来ると思いますか。牧師、思念です。シルバーバーチ、思念はどこから来ますか。少し躊躇してから。牧師、善なる思念は神から来ます。シルバーバーチ、では、悪の思念はどこから来ますか。牧師、わかりません。シルバーバーチ、神は、すべてのものに宿っております。間違ったことの中にも、正しいことの中にも宿っております。日光の中にも嵐の中にも、美しいものの中にも、醜いものの中にも宿っています。空にも海にも雷鳴にも、稲妻にも宿っているのです。美なるもの、善なるものだけではありません。罪の中にも、悪の中にも宿っているのです。お分かりになりますか。神とは、これとこれにだけ存在しますというふうに、一定の範囲内に限定できるものではないのです。全宇宙が神の創造物であり、その隅々まで神の霊が浸透しているのです。あるものを切り取って、これは神のものではない、などとは言えないのです。日光は神の恵みで、作物を台無しにする嵐は悪魔の仕業だなどとは言えないのです。神は、すべてのものに宿ります。あなたという存在は、思念を受けたり出したりする一個の器官です。が、どんな思念を発するかは、
あなたの性格と霊格によって違ってきます。もしも、あなたが、あなたのおっしゃる完璧な人生を送れば、あなたの発する思念も完全なものばかりでしょう。が、あなたも、人の子である以上、あらゆる煩悩をお持ちです。私の言っていることがお分かりですか？牧師、おっしゃる通りだと思います。では、そういう煩悩ばかりの人間が死に際になって、自分の非を悟り、死んぜよ、さらば救われん、の一句で、心に安らぎを覚えるという場合があるのをどう思われますか？キリスト教の改心の教義をどう思われますか？シルバーバーチ、よくご存知のはずの文句を、あなた方の本から引用しましょう。たとえ全世界を得ようと、己の魂を失わば何の益かあらん。まず、神の国とその義を求めよ。しからば、これらのものすべて何じらのものとならん。これらの文句は、あなた方はよくご存知ですが、果たして理解していらっしゃるでしょうか。それが真実であること、本当にそうなること、それが神の摂理であることを悟っていらっしゃいますか。神を侮るべからず、己のまきしものは己が刈り取るべし。これもよくご存知でしょう。神の摂理は絶対にごまかせません。傍若無人の人生を送った人間が、死に際の改心で、いっぺんに立派な霊になれると思いますか。無欲と滅死の保護主的生活を送ってきた人間と、わがままで、心の修養を一切しなかった人間とを、同列に並べて論じられるとお考えですか。すみませんでした、の一言で、すべての過ちが許されるとしたら、果たして神は公正と言えるでしょうか。いかがですか。牧師、私は、神は、イエス・キリストに、一つの心の避難所を設けられたのだと思うのです。イエスはこう言われ。シルバーバーチ、お待ちなさい。私は、あなたの率直な意見をお聞きしているのです。率直にお答えいただきたい。本に書いてある言葉を引用しないでいただきたい。イエスが何と言ったか、私にはわかっております。あなた自身は、どう思うかと聞いているのです。牧師、確かに、それでは公正とは言えないと思います。しかし、そこにこそ、神の偉大なる愛の入る余地があると思うのです。シルバーバーチ、ここの通りを行かれると、人間の法律を運営している建物、役所があります。もし、その法律によって、生涯を善行に励んできた人間と、罪ばかり犯してきた人間とを平等に扱ったら、あなたは、その法律を公正と思われますか？牧師、私は、生涯まっすぐな道を歩み、誰をも愛し、正直に生き、死ぬまでキリストを信じた人が、私は、ここでシルバーバーチが遮って言う。シルバーバーチ、自分が種をまき、まいたものは、自分で刈り取る、この法則から逃れることはできません。神の法則は、ごまかすことができないのです。牧師、では、悪の限りを尽くした人間が、今まさに死にかかっているとしたら、その償いをすべきであることを、その人間にどう説いてやればよいのでしょうか。シルバーバーチ、シルバーバーチがこう言っていたと、その人に伝えてください。もしも、その人が、真の人間、つまり、幾ばくかでも、神の心を宿していると自分で思うのなら、それまでの過ちを正したいという気持ちになれるはずです。自分の犯した過ちの報いから逃れたいという気持ちがどこかにあるとしたら、その人はもはや人間ではない、ただの臆病者だと。そう伝えてください。牧師、しかし、罪を告白するということは、誰にでもはできない勇気ある行為だとは言えないでしょうか。シルバーバーチ、それは正しい方向への第一歩でしかありません。告白したことで罪が拭われるものではありません。その人は良いことをする自由も悪いことをする自由もあったのを、あえて悪い方を選んだ。自分で選んだのです。ならば、その結果に対して責任を取らなくてはなりません。元に戻す努力をしなくてはなりません。門切り型の祈りの文句を述べて、
心が安らぎを得たとしても、それは自分をごまかしているに過ぎません。蒔いた種は自分で刈り取らねばなりません。それが神の摂理です。牧師。しかし、イエスは言っておられます。労する者、重荷を背負える者、すべて我のもとに来たれ。何ちらに安らぎを与えんと。シルバーバーチ。文は殺し、霊は生かすというのをご存知でしょう。あなた方、聖職者が、バイブルの言葉を引用して、これは文字通りに実行しなければならないと説いてみたところで無意味です。今日、あなた方自身が実行していないことが、バイブルの中にいくらでもあるからです。私の言っていることがお分かりでしょう。牧師、イエスは、良き羊飼いは、羊のために命すら捨つるものなりと言いました。私は、常に許しの教えを説いています。キリストの許しを受け入れ、キリストの心が自分を支配していることを暗黙のうちに認めるものは、それだけで、その人生が大きな愛の施しとなるという意味です。シルバーバーチ。神は人間に理性という神性の一部を植え付けられました。あなた方も、ぜひ、その理性を使用していただきたい。大きな過ちを犯し、それを神妙に告白する。それは、心の安らぎにはなるかもしれませんが、罪を犯したという事実そのものはいささかも変わりません。神の律法に照らして、その歪みを正すまでは、罪は、罪として相変わらず残っております。いいですか、それが、神、私の言う大霊の摂理なのです。イエスが言ったとおっしゃる言葉を、いくら、バイブルから引用しても、その摂理は、絶対に変えることはできないのです。前にも言ったことですが、バイブルに書かれている言葉をイエスが実際に言ったとは限らないのです。そのうちの多くは、後世のものが書き加えたものなのです。イエスがこうおっしゃったとあなた方が言うとき、それは、そう言ったと思うといった程度のものでしかありません。そんないい加減なことをするよりも、あの2000年前のイエスを導き、あれほどの偉大な人物にしたのと同じ霊力、同じインスピレーション、同じエネルギーが2000年後の今も働いていることを知ってほしいのです。あなた自身も神の一部なのです。その神の温かき愛、深遠なる英知、無限なる知識、崇高なる真理がいつもあなたを待ち受けているのです。何も神を求めて2000年前まで遡ることはないのです。今ここに増しますのです。2000年前と全く同じ大霊が今ここに増しますのです。その大霊の真理とエネルギーの通路となるべき人物、霊媒、霊能者は決して多いとは言えません。しかし、あなた方、クリスチャンは何故に2000年前のたった一人の霊能者にばかりすがるのです。なぜ、そんな昔のインスピレーションだけを大切になさるのです。なぜ、イエス一人の言ったことに戻ろうとなさるのです。牧師。私は、私の心の中にキリストがいて、業を成しておられると説いております。インスピレーションを得ることは可能だと思います。シルバーバーチ。何故に、あなた方は、全知全能の神を、一個の人間と一冊の書物に閉じ込めようとなさるのです。宇宙の大霊が、一個の人間、あるいは、一冊の書物で表現できるとでもお考えですか。私はクリスチャンではありません。イエスよりずっと前に地上に生を受けました。すると神は私に神の恩恵に欲することを許してくださらなかったということですか。神のすべてが一冊の書物のわずかなページで表現できるとお思いですか。その一冊を書き終えた時を最後に神はそれ以上のインスピレーションをコラに授けることをストップされたとお考えですか。バイブルの最後のページを読み終えたとき、神の真理のすべてを読み終えたことになるというのでしょうか。牧師、そうであってほしくないと思っています。時折、何かに鼓舞されるのを感じることがあります。シルバーバーチ、あなたも、いつの日か天に増します父のもとに帰り、今あなたが気づきつつある真実のあなたにふさわしい住処に住まわれます。神に仕える者としてあなたに分かっていただきたいのは、
神を一つの枠の中に閉じ込めることはできないということです。神、私の言う大霊は、すべての存在に宿るのです。悪徳の塊のような人間も、神か仏かと仰がれるような人間と同じように神とつながっているのです。あなた方一人一人に神が宿っているのです。あなたが、その神の心を我が心とし、心を大きく開いて信者に接すれば、その心を通じて、神の力と安らぎがあなたの教会を訪れる人々の心に伝わることでしょう。牧師、今日まで残っている唯一のカレンダーがキリスト暦、西暦であるという事実をどう思われますか？シルバーバーチ、誰がそんなことを言ったのでしょう。多くの国が今なおその国の宗教の発生とともにできたカレンダーを使用しております。私にはイエスを過小評価するつもりは毛頭ありません。今この時点でなさっているイエスの仕事を知っておりますし、ご自身は神として崇められることを望んでおられないことも知っております。イエスの生涯の価値は人間が模範とすべきその生き方にあります。イエスという一個の人間を崇拝することをやめない限り、キリスト教は神のインスピレーションに恵まれることはないでしょう。牧師、キリストの誕生日を西洋暦の始まりと決めたのがいつのことかよく分かっていないのです。ご存知でしょうか？シルバーバーチ、そんなことよりも私の話を聞いてください。数日前のことですが、このサークルのメンバーの一人がイングランド北部の町へ行き、大勢の神の子と共に過ごしました。高い地位の人たちではありません。肉体労働で暮らしている人たちで、仕事が与えられると大抵は道路を掘り起こす仕事ですが、一生懸命働き終わるとわずかばかりの賃金をもらっている人たちです。その人たちが住んでいるのはいわゆる貧民収容施設です。これはキリスト教文明の恥辱とも言うべき産物です。ところが同じ町にあなた方が神の館と呼んでいる大聖堂があります。高くそびえていますから、太陽が出ると周りの家はその影に入ります。そんなものがなかった時よりも暗くなります。これで良いと思われますか？牧師、私はそのダーラムにいたことがあります。シルバーバーチ、知っております。だからこそこの話を出したのです。牧師、あのような施設で暮らさねばならない人たちのことを気の毒に思います。シルバーバーチ、あのようなことでイエスがお喜びになると思われますか？一方にはあのような施設、あのような労働を強いられる人々、わずかばかりの賃金しかもらえない人々が存在し、他方にはお金のことには無頓着でいられる人々が存在するというのに、イエスはカレンダーのことなどに関わっていられると思われますか？あのような生活を余儀なくさせられている人が大勢いるというのに、大聖堂のための資金のことやカレンダーのことやバイブルのことなどに関わっていられると思いますか？イエスの名を使用し続け、キリスト教国と名乗るこの国に、そんなはずべき事態の発生を許しているキリスト教というものを、あなた方クリスチャンは一体何と心得ておられるのですか？先ほど経典のことで改訳版と品定訳版のどっちが良いかと質問されましたが、宗教にはそんなことよりもっと大切な、そしてもっと大きな仕事があるはずです。神はその恩寵を全ての子らに分け与えたいと望んでおられることが分かりませんか？上求めている生活物資を世界のどこかでは捨て放題の暮らしをしている人たちがいます。他ならぬクリスチャンが同じようなことをしていて、果たしてキリスト教を語る資格があると言えるでしょうか？私はあなたが想像なさる以上にイエスと親密な関係にあります。私は主イエスの目に涙を見たことがあります。クリスチャンをもって任ずる者、聖職にある者の多くがその教会の陰で信仰しているはずべき事態に目をつむっているのをご覧になるからです。その日の糧にすらことかく神の子が大勢いるというのに、神の館のつもりで建立した教会を
宝石やステンドグラスで飾り、その大きさを誇っているのを見て、一体誰が涼しい顔をしていられるでしょうか。その人たちの多くは、一日の糧も満足に買えないほどのわずかな賃金を得るために、一日中働き続け、時には夜更かしまでして、しかも気の毒に、その疲れた体を横たえるまともな場所もないありさまなのです。あなたを非難しているのではありません。私は、あなたに大きな愛着を覚えております。お役に立つことなら、どんなことでもしてあげたいと思っております。が、私は霊界の人間です。そして、あなたのように、社会へ足を踏み入れて、間違いを改めていくための一石を投じてくれる人物と、こうして語り合うチャンスが非常に少ないのです。あなたに理解していただきたいことは、バイブルのテキストのことを云々するより、もっと大切なことがたくさんあるということです。主よ、主よ、と叫ぶ者みんなが経験なのではありません。神の意志を実践する者こそが経験なのです。それを、イエスは2000年前に述べているではありませんか。なのに、今日なお、あなた方は、それが一番大切であることを、なぜ信者に説けないのでしょうか。大切なのは、何を信じるかではなく、何をなすかです。戦争、不正行為、飢餓、貧困、失業、こうした現実に知らぬふりをしている限り、キリスト教は失敗であり、イエスを模範としていないことになります。あなたはメソジスト派の総会から抜け出てこられました。過去1年間、メソジスト教会の3派が合同して行事を進めてこられましたが、せっかく合同しても、そうした神の摂理への汚辱を拭うために一致協力しない限り、それは無意味です。私は率直に申し上げておきます。誤解を受けては困るからです。牧師、数年前に私たちは派閥を超えて慈善事業を行い、その時の収益金を失業者のための救済資金として使用しました。大したことはできませんが、信者の数の割にはよくやっていると思われませんか。シルバーバーチ、あなたが心がけの立派な方であることは私も認めております。そうでなかったら、こうしてあなたと二度も議論をしに地上へ戻ってくるようなことはいたしません。あなたが有能な人材であることを見て取っております。あなたの教会へ足を運ぶ人の数は確かに知れております。しかしイエスは社会の隅々まで足を運べと言っていないでしょうか。人が来るのを待っているようではいけません。あなたの方から足を運ばなくてはなりません。教会を巧妙の中心として、飢えた魂だけでなく、飢えた肉体にも糧を与えてあげないといけません。英知の言葉だけでなく、パンと日常の必需品を与えてあげられるようでないといけません。魂と体の両方を養ってあげないといけません。霊を救うと同時に、その霊が働くための体も救ってあげないといけません。教会が、こぞって、そのことに努力しなければ、養うものを得られない体は死んでしまいます。そう述べてから最後にその牧師のために祈りを捧げた。あなたがどこにいても何をされても常に大霊の道からと愛が支えとなるように祈ります。常に人のためを思われるあなたの心が大霊からのインスピレーションを受け入れることができますよう祈ります。願わくは大霊があなたに一層の奉仕への力を吹き込まれ、あなたの仕事の場を光と安らぎと幸せの中心となしたまい、そこへ訪れる人々がそこにこそ大霊が働いておられることを監督してくれるようになることを祈ります。大霊が常にあなたを祝福し支え、大霊の道に勤しませたまわんことを願わくは、大霊の意図と力と計画についてより一層明確な悟りを得られんことを。では、大霊の祝福を。ごきげんよう。